どうも、ベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本物を紹介していきます。それでは早速行きましょう。今日12月26日は何の日でしょうか 正解は日産自動車が設立した日なんです。そこで今回はその日産自動車の本社がある横浜にちなんでこちら、崎陽軒さんのシューマイ弁当を皆さんに紹介していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。レッツゴーさて今回ですね、こちらの崎陽軒さんのシューマイ弁当を買ってまいりました。崎陽軒さんはもう皆さん言わずと知れたシューマイの有名店ですよね。一体どんなお弁当なんでしょうか それでは蓋をオープンしていきましょう。この名実ともに日本で一番売れているこのお弁当といっても過言ではない崎陽券さんのお弁当の中身はこちらでございます。名物のシューマイは5つ入っていて、その他にもあんずや唐揚げ、さらには卵焼きなど7種類のおかずが入っています。ご飯は俵型になっていて、黒ごまをパラリと巻いていて真ん中に梅干しが添えられています。まずは名物のシューマイからいただいていきます。 独自のレシピで開発されてもう90年以上が経つ、もう本当に全国にファンがいるこちらのシューマイなんですけれどもなんと冷めても美味しいようにホタテの貝柱を配合しているそうなんですいつも変わらないこのシューマイの美味しさそして何かほっこりとするような安心感もあるこちらのシューマイは本当に食べても美味しいですよね そして、シュウマイ以外にも美味しいおかずが入っているのも、この弁当の特徴かと思います。こちらのマグロの醤油味も、塩味がかかっていて、とても美味しいです。そして、こちらの唐揚げも、ちょうどいいサイズ感で、油っぽくなく、どちらかというと、さっぱりとしたような唐揚げに仕上がっています。それ以外にも、卵焼きですとか、さらには小田原名物のかまぼこも入っているのも嬉しいですよね。 そしてこちらのあんずもいいアクセントとなっていますしさらにはこちらのたけのこの食感もとてもいいですよねそしてこちらの切り昆布もご飯と一緒に食べるととてもいい働きをしてくれるおかずです以上が崎陽軒さんのシウマイ弁当です税込価格830円になりますのでぜひ旅のお供にいかがでしょうか 最後までご覧いただきありがとうございました。今後も美味しい日本のグルメなど多数日本物を紹介していきます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、See you!